SP1900 系電車 SP1900 系電車は、香港の香港鉄路が保有する交流通勤系電車。鉄道ファンからは、1 9 9 0 5と呼ばれている。この電車は、日本の近畿車両、川崎重工業製である。同系車の1950型についても、本校にて説明する。全車両近畿車両製である。 近畿車両製と川崎重工業製が約半数ずつある。馬倉山専用、SP1950 系電車バンザン専用、SP1950 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 系電車 SP1950 系車, SP 車内全車両が近畿車両製。 2007年2月14日9時13分、西鉄線 D305、D306 トンネル内で列車火災を起こして緊急停車。約650人の乗客がトンネル内を約2キロ歩いて避難するという事故があった。煙を吸い込んだ乗客11人が病院に運ばれたが死者や重傷者はなかった。火災は2回の爆発を伴ったという。現地報道では、 車両の屋根に取り付けられた変圧器からオイルが漏れ、それに引火したのが原因だとの見方が伝えられている。ありがとうございます。